緊張してますか？吐きそうです。昨日は何時に寝ましたか？昨日はですね、2時ぐらいですかね。なんかライブ配信をされてたと聞きました。はい、なんか集まってきてくれて、配信で見るっていう方もいらっしゃったし、直接現場行くよっていう方もいて、中にはもう移動し始めてるっていう方もいたから、地方からこっち来るよっていう方もいたから、あ、嬉しい、ありがとうって言って本当に思ってるんです。ただ何パーセントだ、 20%、 30% ぐらいはこれメイキングですもんね、はい、歌うので、あ、そんなに大移動してくれて、あの歌がウェってなったらどうしようと思って、あの見どころはどこですかって聞かれて吐きそうです。それがどこか来れば分かりますって、変な伝え方しちゃった。匂わせをしたんです。匂わせ、吐きそうっていうワードが匂わせた。世界中探してもないと思うよ。でもなんかリハもして、あの演奏してくださる皆さんもとても温かい方々なので、なんか安心して歌えそうだなって思います。あとは源田さんが、あ、私 MC の源田さんがいるから大丈夫。何かあれば、はい、目で訴えてください。はい。久々ですか？そんなことないですか？こういうイベントは。久々なのか。でも最近はあの複数何人かで一緒に登壇するってことはあったんですけど、一人っていうとあんまり、なんか学祭とか、うんうんうん、あとは、去年だと写真集出したんで、うん、それのイベントとかなので、まあでもお渡し会で一対一でこうお客さんとお話しするのとはまたちょっと全然違うから、うん、私としてのイベントっていうのだったら久々なのかな、うん、だから余計吐きそうなんです。誰も助けてくれる人いないから。結構皆さん楽しみにされてる方が多いと思うので、ありがとうございます。ツイッターとかも結構盛り上がってました。本当ですか？炎上しないように頑張ります。大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なくなっちゃった。昼間のなんかずたっとになっちゃった。おー、いっぱいいるんですけど、青いちゃんかな。あ、なるほどなるほど。はい、57分です。すいません、すぐ終わります。はい、58分。すいません、本当すいません。まあ、使えるかどうか分かんないですけど。はい、行きます。行きましょう。
ち掛けココハラちゃんの撮影タイムとさせていただきます。皆さんお手持ちのカメラをあの何か携帯など出していただいて、はい、大ココハラちゃんのみ撮影をしていただければと思います。すごいあのね大ココハラちゃんねいい匂いするなじゃあ後ほど皆さん写真撮ってください。はい、大体30秒間ほど撮らせていただきますので後ろの方とかも大丈夫そうですか。ココハラちゃんの顔を撮れてないよって人は手を挙げて視聴してください。あ、いっぱい。あ、ココハラちゃんちょっと右の方ですね、右奥の方とか。あ、そっちの方です、そっちの方です。ありがとうございます。おいでおいで、走らなくていいよね。嬉しいです、ありがとうございます。なんだったら海外の方からもあの行けないんですけれど応援してますっていう方もありがとうございますいて嬉しかったです。あかねちゃんに関しては役作りとかする必要がない、そのままそのままでいてくれれば自分が思ったことをお芝居じゃなくて相手と会話してごらんって言われて、皆様本日は小原好み YouTube 公開収録イベント小原の部屋2023春にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日天の声を務めさせていただきます当番組のディレクターでございます。どうぞよろしくお願いいたします。では時間も限られておりますので早速ですが小原さんをお呼びしたいと思います。小原さん、はい、ステージに来てください。はい、あれ、ここです。あ、2階にいらっしゃいました。今行きますねではちょっと小原さんが降りてくる間になんと応援に駆けつけてきてくれている子がいます。どうぞ出てきてください。おっと、ココハラちゃんです。どうぞステージの中央までお越しください。はい、もう YouTube 番組の名物キャラクターココハラちゃんの大ココハラちゃんバージョンです。ご自身の携帯などを取り出していただいてココハラちゃんのみよければ写真を撮ってください。入場特典の方ですでにあのココハラちゃんの名刺でツーショット券を持っていらっしゃる方もいると思うんですけれども、ちょっと今回外れてしまったという方のために今あのココハラちゃんサービスショット大会ということで、よかったらココハラちゃんくるくる回ってあげてください。パシャパシャっていうシュールな空間にはなりますが、たくさん撮ってください。後ろもお願いします。こっち向いてっていう方はぜひ手を挙げて視聴してください。こっちもお願いしますこっちです、すいません、ありがとうございます。あ、こっちです。声が聞こえますね。あ、ありがとうございます、すいません。はい、大丈夫そうですか。はい、ではここまでとさせていただきます。ありがとうございました。では小原さん、ステージに上がってきていただいてもよろしいですか。はい、はい、
お題を読み上げてください。憧れていた先輩が卒業、勇気を振り絞って声をかける。セリフはずっと好きでしたでした。どこに向かって言えばいいんですか。全然セリフご自身で作っていただいてない。いえ、かわいい敬語です。ずっと好きでした。はい、ありがとうございます。これから歌う曲は、今までこう私を知ってくださったきっかけにこうなったような可愛らしい曲いっぱいあると思うんですけど、そういうのとはちょっと雰囲気が違うのかなと思うので、楽しんでいただけるかなと、楽しんでいただけたらいいかなと思います。長く気持ちがこもりすぎてなんか途中から声が震えてしまいました。でもすごいなんか楽しかったです。ありがとうございました。以上、小原の部屋音楽室スペシャルステージでした。続いては小原の部屋 YouTube では、ムーンに加入されている方限定で月入場お願いいたします。はい、元気な声ですね。どうぞ。はい、しようにちなみに私と初めましてなんだっていう方いらっしゃいますか。いっぱいいる、いっぱい。こんなやつなんですよ。なんか見覚えのある人もいる。ありがとうございます。ではこちらのコーナーでは、はい、生配信の企画ということなので、はい、基本的には皆さんと交流していただくコーナーになります、うん、なんですが、はい、当 YouTube 番組といえば、はい、サプライズ多くないですか。多くないですか。はい、はい、今日もありますということで、どうぞ持ってきてください。村上さんです。メイクの村上さんです。YouTube が10万人突破したということで、お祝いケーキです。どうでしょうか。おー、じゃあちょっとこの場でぜひ実食をしていただきたいなと思うんですけれども。あ、長島さんです。あ、いいよ。
終了となります。ありがとうございました。またぜひお願いします。お願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様です。本当に。何かの素材になるかもしれない。私が編集するんだけど。メイキングです。メイキング動画楽しみにしててください。これ出てんのか。ありがとうございます。ありがとうございました。お邪魔しました。お邪魔しました。お邪魔しました。行きます。あ、シャリって言った。また。シャリって言ってます。こっちもアイスケーキ状態。あ、ショートケーキですね、普通に。素晴らしい。こんな断面図です。映りますか？いわあ、おー、いい感じですね。なんかお皿、はい、感想お願いします。いや、なんかさっきの始まる前にもお話しして吐きそうって言ったんですけど、でも今ついてくださってるスタッフの皆さんはじめ、皆さん本当にあったかくて、なんだったらいつもあの小原の部屋でご一緒しないスタッフさんとかいろんな方とご一緒したんですけど、みんなあったかくって、なんかまたこのチームで何かできたらいいですねって言ってくださったりとかもあったので、あ、やってよかったんだなと思って、あとは何よりあの来てくださった皆さんのことも、温かい笑顔を見れたから良かったかなって思って、ほっとしたら気が張っていたのか肩と背中がガチガチです。あ、すっぴんです、すみません。初公開かもしれないです。お疲れ様でした。また次の機会があればやりたいですね。きっとあるでしょう。偉い人がいや、もうないよっていうサインを送ってこないから多分あるでしょう。はい、またお会いしましょう。ありがとうございます。大ココハラちゃんの撮影会参加される方こちらにお待ちください。大ココハラちゃんの撮影会参加される方こちらにお並びいただきますので、一旦こちらお越しください。お帰りになれるお客様はそのまますぐ抜けていただき、グッズを求め